よくその文章を上手にあのと言葉を、うん、話すのを上手にしたいすね、はい、文章を上手に書けるにはどうしたらいいですかって言うんだけど、あの何もないところから出ないですよね、うん、だからインプットをどんどんするんですよで、インプット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 していくと、アウトプットが変わってきますから、うん、だからこの人なんかの場合は、多分小説とか読んでるね、うんうん、で小説もね文学とかね。 で、ございましたとか言い始めたら怖いけど。<laughs> インプットしすぎですね、うん。でもあの、えっと、滑らかな大人の文章に触れた方がいいですね。うん、それをたくさん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 読んでると、うん、表現の仕方とかそういうのがわかるようなりますか。ああ、でも確かになんかいろんな人に僕もインタビューしてても、相当本当然読まれてる方多いんですけど、うん、やっぱりそういう方全然喋り違いますよね。うん、そうそう,そうインプットの量が圧倒的に多い。うん